皆さんこんにちは。引きこもりサーバーの時間です。さてさて、本日もどのようなお便りが待ってますか。早速行ってみましょうか。じゃん、ペンネームハリュリュンさんよりいただきました。ハリュリュンさん、お便りまた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 ありがとね。めちゃ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 嬉しきですから。ということでしてですね、またまたハリリュンさんからいただけましたよ。最近ですね、ハリリュンさんがご登場になられてからこうして頻繁にお便りいただけますこと、本当にとっても嬉しいですよ。ありがとうございます。そして本日もご質問形式でメッセージをいただけてますので、そのメッセージ拝見いたしますね。じゃん、すみません、本当に引きこもりすくんがたこ焼きにしか見えません。おいしそう。たこ焼きといえばロシアンルーレット。引きこもりすくんならハズレに何入れますか。私なら激辛キムチにデスソースかけたものを入れようと思います。ふははは。はちなみに RF スイッチは持ってません。名前自体初めて聞きました。とのことですよ。なんてこった、僕はいつしか食われちまうよ。そんなにたこ焼きに見えます、僕って。まあまあそうですかね。まあちょっと思いましたけれども、それは逆に思ってくださいませ。たこ焼きを見た時に、ああ引きこもりすに似てるなって、そっちで思ってくださいませ。何せ僕が初めて登場した何年か前から、若干ですね、たこ焼きのやからが僕に寄せてきたなって、そんなような感じがするんですよ。この丸みの帯び方といいますか、やつらの方が僕に寄せ気味だなって、そんな感じでございますよ。ですからたこ焼きを見かけた時に、あー僕っぽいなと、そのようにお願いいたしますね。まあそんなこと言ってましたら怒られちゃいますかね。ちょっと引きこもりすは調子に乗ってないみたいに叩かれかねませんから、先に謝っておきます。申し訳ございません。所詮はこんなちっちゃなリスの言うことですから、汚れちまったリスの言うことですから、どうかお気になさらずお願いいたします。そしてですね、このご質問、まあまあハリリュンさんはその激辛キムチにデスソースですか、それもものすごい辛いやつじゃないですか。僕あまり知識ないんですよね。食べたことないんです、そのデスソースっていうやつを。ですから怖さが今一つピンとはきませんが、まあ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 ちょっと一般人ではとてもとても食べられたものではないとは思いますよ。はい。そしてそのいただいたご質問、その前に、そうですね、お優しいですね本当にハリリュンさんは。 RF スイッチ持ってませんとのご回答、これまたこれまたそうしたサンピアさんの疑問に答えてくださいまして、誠にありがとうございます。そうやって受け答えくださるという、その人の一言にですよ、受け答えくださるという、そういうお心の気遣い、それ本当に素晴らしい方だと思いますよ。僕なんかあれですからね、そうそうみんなのご質問に答えることできませんからね。
ついつい流して聞いてしまうこととか多々あります。そしてそうですね、いただいたご質問、これを一言としてご回答させていただきたいと思います。はい、そうですね、まあまあちょっとしたヒントを言いますと、もう僕がですね一番嫌いな食べ物、それかもわかりませんよ、とにかく嫌いなものです。それがピンと頭によぎりました。その何か嫌なものを入れるとしましたらということで、はい、ハズレというもので、とにかくもう大嫌いです。すみません、それが大好きな方いらっしゃいましたら本当にすみませんね、大嫌いなんて言っちゃいまして、ただもう無理なんですよ本当に。それに関しましては嫌い度ナンバーワンでして、食べたこともありませんよ、食わず嫌いでも申し訳ございませんが、まずいらしき噂は聞いております。はい、そして多分それをそのあのたこ焼きに入れてしまったことでたこ焼きの形が変わってしまうんじゃないかなって、そういう感じにもしますよ。はい、それぐらい結構形も主張しております。それはですから、そうですね、どれかこの中からどれか選びなよって言ったら明らかにそれだけ違和感があるかとは思いますよ。はい、そんな感じでございます。お分かりになられますかね。まあ難しいかとは思いますよ、僕の嫌いなものということでして、行ってみましょうかそろそろ。はい、長くなっちゃいましたしで、ではでは行きますよ、ハリリュンさんよりのお一言。ああ、お一言じゃございませんでした、僕が回答することでしたね、僕の回答する一言いきますよ。それではハリリュンさんよりのご質問、これの回答いきます。どうぞ。